ローマスエサン・デメンゲサウ・ジュニアは、パラオの第7代、第9代大統領、を、コロール出身。1992年に、国を中村第5代大統領の副大統領になり、2000年に大統領に選ばれ、2001年1月1日に、登庁した。彼は、パラオのアメリカの援助への依存度を縮小させることと、わずかな観光事業を促進させることを望んでいる。 父は、第四代大統領、副大統領などを歴任したトーマス・レメンゲサウシニア。アメリカ合衆国ミシガン州のグランドバレー州立、大学卒業。学位は、犯罪学。2000年の大統領選挙で、ピーター・杉山と戦い、レメンゲサウは5,596票を獲得し、大統領に選出された。2004年11月2日に行われた。 大統領選挙では実業家のポリカープ・バシリウスと戦い6494票を獲得し再選を果たした2001年4月の初来日以降日本に頻繁に足を運んでいる2009年1月15日に大統領を退任後任にはジョンソン・トリビオンが就任二千十二年十一月六日の大統領選で現職のジョンソン・トリビオンを破り 再び大統領に帰り咲き、2013年1月17日に、第9代大,大統領に就任した。2015年4月、天皇、皇后のパラオ訪問を前に、日本とパラオの関係について、私たちの関係は、単なるパートナーシップではなく、むしろ兄弟関係に近い。日本が兄で、パラオが弟です。両陛下の訪問は、 両国のすでに親密な関係をさらに強固にするための象徴であり、素晴らしい機会となるでしょうと述べ、訪問を歓迎することを表明した。2016年11月1日の大統領選挙で再選。2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の議に参列した。 祖母の父が日本人であるため、本人は日系四世にあたり、日本との関係も深い。http://www.paro.emb-japan.go.jp スラッシュポリティクス、o コノミー、ジアス、h 二千四百十一 j h t m ハット、パラオ大統領、両陛下の訪問で、関係さらに強固に、 nhkhttp コロンスラッシュスラッシュ wwww3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ20150406スラッシュ k10010040011000.html2015 年4月8日閲覧令和元年10月21日即令正殿の、期三列車との二国間会談等令和元年。 総理の1日ニュース首相官邸ホームページ、天皇陛下パラオ大統領という子を誓い、なごやかに会話。日刊スポーツ。h t t p w w w n y k t a n s p o r t s c o m g e n e r a l n e w s 1 4 5 8 7 7 8 2 h t m l 2 0 1 5年4月9日閲覧。 レメンゲサウ大統領単独インタビュー。日本とパラオは、兄弟関係。私には、日本人の血が流れている。日本ぽん com. .com。https コロンスラッシュスラッシュ www. にっぽん .com スラッシュ ja スラッシュフィーチャーズスラッシュ c 0 4 8 0 1スラッシュ2018年2月10日閲覧。ありがとうございます。